皆さんもお風呂は入りましたかここは眠れない皆さんが集まるカフェシーパルシープです入店条件はお風呂に入っていることだけ本日も一日を終え頑張ったお客さんたちでにぎわっていますということで窓をきている皆さん入店ありがとうございますシーパルシープの時間ですラジオの電波は f m、79. 7 9 7メガヘルツアプリはリスンラジオマイチューナーラジオをジャックして放送しております 音声のみ YouTube でも配信しております。メッセージは、えのんのん com,、o N N o N、i g q g m a i l トコム non、non、ig、数字の q g m a i l トコムまでお待ちしております。それではお時間まで、わたくしのんしゃべりに皆さんお付き合いください。今日は、ちゃんと 印象してないいのので普通のテンンションだと思いますが今夜もままたよろししくお願いすすえっとですね今夜は結構メールがたくさん届いているので早速読んでいこうと思います。皆さんありがとうございます。まずはラジオネームタコスケさんこんばんは、のんちゃん。カジノともにシー,パルシ,ーシーパルシープ聞いています。ながら聞きなのでちゃんと終えてないところも多々あるかもしれませんが ぽんちゃんの声にとっても癒されていますありがとうございます先日銀南ボーイズの話に触れてましたよね私も銀南ボーイズの歌に救われた夜がいくつかいくつもある気がします好きという気持ちの暴力性を峰田さんはきっと知っているから歌に紹介しているのかなと思います好きな子を傷つけたい傷つけたくないの気持ちの間でこんなにも揺れ動くのかと思うと恋って本当に大変な感情ですね そして、そして、のんちゃんの好きなアーティストもっとたくさん聴きたいです。いつかのんちゃんの弾き語りをラジオで聴いてみたいなとも思っている欲張りたこすけでした。ではでは、いい夜を。ということで、ありがとうございました、こすけさん。そう、もうまさに先週ね、えっと、店内 BGM で、銀ンナンボイズさんの話を、話をして、 うなんか私がまとめきれないというか伝えきれないこの感情をもうめちゃくちゃ的確にね書いてくれて本当に共感の嵐でやっぱね好きってやっぱ暴走しちゃうとやっぱ怖い怖い気持ちになっちゃう時もあるしでもやっぱり好きな子には幸せでいてほしいっていうまあ2つの感情が混ざり合う。 中で、まあ、ど,うどうしていくかっていう,もうこのなんかねどうしようもない気持ちを、まあ、歌ってくれるっていうのがやっぱ銀杏ボーイズの私は一番好きなところなのでもうこんな綺麗に言葉にしてくれてね本当にありがとうございますそしてなんか弾き語りをラジオで聞いて っっっててててたいいなとも思ってるる書いてくださってるんですけど私もなんかやってみたいなと思ってたのでぜひ今後やりますね <laughs> なんかみんなそれを楽しみにしてくれてたらいいなと思ってますはいあそうだそうだ本日のテーマ言ってましたっけテーマというか 本日のののおすすめは、じゃらん。最近行ったライブのお話。このテーマにした理由は、ちょっと後から話すので置いといて、それについてもメールが来てるので、紹介します。と、ラジオネーム、ヤンキチさん。いつも、いつもありがとうございます。 んんんんちゃんこんばんはヤン吉です初メールです、まあ、初メールといってもね他の番組でいろいろメールを送ってくれてるのでその初対面ではないですけど私の番組では初めてなのでありがとうございます最近行ったライブの、うんちゃんが知ってるアーティストなら数年前だけどテイラースイス・テーラースウィフト東京ドーム公演かな機会があったら是非見てほしい 演奏も演出も最高でしたはいテイラースイスト・スウィト最近また東京に来てましたよね東京ドーム公演なんかラジオでフワちゃんのラジオで聞いたなあと思ってその話を <laughs> それがまたすぐヤンキッチャーのメールを見たら浮かんだんですけどまあそれはちょっと置いといてテイラー・スウィトさん私洋楽 あまり聞かなくてですね。なんか、なん有名なやつしかわからないけど、なんか、それ、有名なやつも、なんかめっちゃいいので、やっぱ聞いてみようかなと思います。なんか YouTube とかに公式で上げてくれてたりしないかな。あったら見ますね。<laughs> こんなんでいいのかな <laughs>。ありがとうございます。じゃあ次は、 はい、のんちゃんこんばんは。やっと初めてメールを出します。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。のんちゃんの番組聞いています。ありがとうございます。いつも可愛くて、優しい声に癒されています。の,のんの本日のおすすめ、最近行ったライブの話。最近ですと、那覇市の沖江通りにあるライブハウス、サウンズグッド、店長のケンニーの生前奏 ア,ンドア,ニメアニソンライブに行きましたもともと店長のケンニーとは僕が10代の頃に知り合いまして那覇市の牧師にあった那覇チョップカフェという地下のライブハウスで行っていたニコ生番組のレギュラーを務めていたことでつながりましたそのケンニーの全生前葬には 弟さんやバンド仲間、ニコ生で活動した仲間たち、そして訳あって一度喧嘩別れした友達 YouTuber のマゴロクさんも来られていました。涙あり、笑いありのイベントでした。のんちゃんもアイデリックリリックとして、もし那覇でライブすることがあったら、ぜひ。え、これ、えっと、生、生前奏なのか、生の前奏なのか、 本当に書いてあるまま、生前、そう、生きてる間にやるお葬式なのか、どっちだろう。<laughs> アニソンライブとお葬式一緒にやるのかな違う、違うよね。<laughs> まあ、個々子かな個時だと思っておきましょう、じゃわかんないけど。え、でも、本当にお葬式とアニ、アニソンライブを一緒にやるんだったら、 新しい組み合わせですね。確かに、お葬式っても暗いけど、楽しい方がいい人は絶対楽しい方がいいよね。なんか明るくバ、バイバイってやるというか <laughs>、明るく送り出してもらった方がね、嬉しい場合もあるから。わかんない。ちょっと <laughs> 謎だな。ええー。アニソンライブか、私全然、 なんかもうアニメ詳しくなくてなんか有名なアニメとかしかわかんないしなんならなんか最近有名なアニメでさえ知らなくて友達にちょっと「えっ?」て言われたっていうみんなさんんかおすすめのアニメとかあればまたそれも教えてくださいはいえっとですね沖縄大好きさんからもう1つ来てるのでまだ もうちょっと時間あるのでじゃあ読みますか「ラジオネーム沖縄大好き」「最近行ったライブの話パート2」県外のライブイベントで言うと昨年行った埼玉スーパーアリーナで開催された「アニサマ」通称アニメ「アニメロサマーライブ2023アクセル」2日目と3日目参戦しましたあ参加しましたすごい2日連続 声優アニ,アニソンシンガーと多くの方が出演、シークレットゲ,ゲストには t m トワークさんにさんも参加、後に日曜日の朝に放送している「ブンブンジャー」にも出演されている「ポケモンのサトシ」の声優を務めた松本里香さん。さらに,さらにはアニ アニソンシンガーの大石正義さんも出られていました。そして SNS で知ったのですが、お客さんとしてキスマイの宮田さんも来られていたようです。宮田さんももともとアニメが好きなオタクの頂点に立つ人なので、2023年のテーマソング、ハートビート、やばい、わかんない。アク、アクセ、アクセラターごめんなさい、ちょっと英語が、もう、 おすすめです。まだ CD やサブスクにはリリースされていませんが、アニサマユー、アニサマ YouTube チャンネル、公式チャンネルでは載っているので、ぜひ人気声優さん、アニ、アニソンシンガーさんがつくか、歌っています。なんかすごいそうそうたるメンバーがいっぱい。日曜朝に放送されているブンブンジャー、ブンブンジャーとは、 何ですか <laughs> ポケモン、ポケモンの番組なのかなやっぱ私だけが知らないのかなそういうの多いから分かんない。ちょっと気になりますね。すごい、キスマイの宮田さんもね、よくなんかアニメが好きってテレビに出られてますよね。すごい。沖縄大好きさんもアニメがすごい好きなんですね。日ツとも。 アニメのやつではいメールありがとうございますメール読み慣れてないことがすごいバレましたねはいじゃあそのままそのままというかコーナーの方に移りますか皆さんメールありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますじゃあコーナーの方に移ります本日の店内 BGM このコーナーでは私の好きなアーティストや最近注目しているアーティストを紹介したり私の最近の音楽活動のお話をするコーナーです。最近あ早速本日の店内 BGM を紹介します。ラインでムチそれではまずライサンさんについて軽くご紹介します。ラランドのサヤさんがクレア名義でボーカルを務めて,いて いてギターは晩餐 a.k.a. 川谷絵音さんとヒラレル a.k.a. 木下哲さんベースが春日山 a.k.a. 休日課長さんドラムがフットビネガー a.k.a. 後藤さんの5人で活動していて2020年にノ「ノースウェット」という曲でデビューしています。はいえっとですね この今日のノンの,の本日のおすすめが最近行ったライブの話なんですけど、もうまさしく私今週の月曜日に第3のライブに行ってきまして、えっと、桜坂セントラルで18時30分公演、あ、会場を19時公演、開演のライブですね。えっと、ピークタイム、ピークタイムかなあの、 ライブの名前はピークタイムっていうアルバム EP かなを最近出されてたのでそのライブに行ってきましたもうねすごい本当に本当に最高な時間でもう私はあのライさんはまあすごく最近のバンドなんですけどえっともう Take it easy という曲があって MV をそれで初めて,見てもうそこからずっと聞いてて本当にもう辛いことがあった時とかもよく雷さんを聞いてたのでもう本当にに雷さんのライブに行けて本当に嬉しかったです <laughs> 私今回参戦するの2回目で前はちょうど神奈川に用事があった時に東京の渋谷の方でライブがあったのでそこにそこが初めて雷さんで行ったライブでもう本当に もうそのうん、本当に初めてサエさんたちをもうこの目で見れて本当にその日も,もうテンションぶち上がりって感じだったんですけどもう今週のライブもその時よりもキャパが結構半,半,分,半分は言い過ぎかなもうすごくちっちゃいので桜坂セントラルは360人くらいでもう私は、えっと、整理番号が330番で結構。 後ろの方でどうなるかなって思ったんですけど、もう全然あの前前でもないけど真ん中くらいの方に行けて、もうめっちゃ嬉しかったです。もう前より近くで見れたし、前は本当に結構遠くて、まあ全然肉眼で見えるは、まあ、見えるんですけど、もう遠かったのでもう今回近くで見れてめっちゃ嬉しかったです。 と、スケベなだけで金がないという曲から始まって、で、もういろんな曲もやって、途中で、えっと、リップスライムのネタヤをカバーしてくれて、で、サヤさんが歌ってて、ずっとそのままサやヤさんで行くと思いきや、途中から後ろでギターを弾いている、川谷絵音さん、絵音さんが入ってきて、 はあ、もうエノンさんの熱帯夜も聴けてもう私の耳はもう本当に幸せでした目ももう全部全部が幸せな空間でで <laughs> もほんに嬉しかったですもう贅沢な時間でしたでアンコールもやってくれてで「生活」っていう曲で終わってもう本当にもう本当に時間いらない <laughs> でここからちょっと ちょっとだけなんか下品な話になるんですけど私その日すごくトイレトイレというかお、えー、手洗いがすごく近くてで、まあ、原因ははっきりしているんですけどその前の日でもら前の日にもらった前の日の CM でもらったサンピン茶をすごくの飲みすぎちゃって多分普段あんまり三品ンン茶飲まないのにいっぱい飲んじゃったからやっぱ三品ンン茶って利尿作用があるじゃないですか。 なのでもう本当にもう学校にいる時からもうずっと,とお手洗いが近くてもうライブの時も,もう行く前にちゃんとお手洗いは行ったんですけどあライブに行く前にねなんですけどもやっぱりもう途中から、ね、もう頭の中でちらついてしまってでもやっぱり全部見たいじゃないですかもうこの面に全部収めたいし。 もうね、一秒たりとも残したくないし、なんなら、なんかどこにお手洗いがあるのかもわからないし、みたいな、もう、ね、お手洗いに行けたとしても戻ってきて、同じ場所に戻ってみてもいいものなのかとかも色、ろ考えながら、もう最後まで耐えたんですけど、やっぱライブってなんか、ね、あのー、飛んだり跳ねたり、なんか体を横に揺らしたりですごく、あのー、 あのとお手洗いに行きたくなる動作が <laughs> いっぱいあるので本当になんかもうそこだけ私のコンディションだけ最悪でもうなんかもう戻前日くらいに戻って言いたいです私にあのち品茶を飲みすぎるのと <laughs> じゃあそのちょっと少しそのこんな話は置いといて、まあ、終わった後に、えっとに坂セン,トラセントラルは国際通りの 本当に近くちょっと通り沿いみたいなところにあるんですけどせっかく9時くらいに終わったんですけどせっかくだし夜ご飯を食べて帰ろうと思ってでもやっぱり国際通りなのですごく飲み屋居酒屋がすごく多くて私は当然もう車で来てるので飲めないなと思っていたら飲めないなと思ってあのなんか居酒屋じゃない場所 場所っていうか飲食店を探してたらちょうどなんかタコライスがの看板が見えてタコライスが売ってるお店があったので沖縄料理屋さんみたいなところがあったのでまそこに入ったらすごくタコライスはねなんかめっちゃ美味しかったんですけどでなんかなんだっけフルーツティーも飲んでもうめっちゃもう ライブも最高だったしなんかご飯も美味しいしとか思ってたらもう絶対なんかさっきまでライブにいましたよねっていう感じの方が入ってきてえっともうなんか首とかにライサンのタオルを巻いててえもう絶対ライブに行ってたと思って話しかけようと思ってその方の。 あの、注文が終わるのを待ってから、ちゃんと話しかけたんですけど、そしたら本当に気さくにたくさん話してくれて、もうなんなら、なん,なんだっけ、タコライスタコライスをもうご馳走してくださって、しかもなんか、たくさんね、グッズを買ったらしくて、えっと、缶バッジをたくさん買って、でも同じのが出ちゃったから、なんか売るのもね、なんかあれだし、もらわないって言われて、 缶バッジまでいただいてもうほにもう本当にいい一日でしたその時はその節はありがとうございました来んの友達がねあ来産来産の友達で違う違う <laughs> 来ん好きな友達ができたので本当に嬉しかったですなんか東京から一人で沖縄しか当たらなかったって言って東京から一人で寝来られてたみたいで私が またなんか関東とかに行くことがあればまたなんか一緒に見れたらいいですねっていう話をしてもうそんな素敵な一日でしたじゃあそろそろエンディングに行きますかはいさてそろそろシーパルシープも閉店のお時間が近づいてきました皆さんも眠たくなってきましたか本日もノンのおしゃべりに付き合っていただきありがとうございました来週ののンの 来週の本日ののんのおすすめは新しい環境4月ももうすぐ終わりますが新年度は慣れ,れましたかメッセージはのんのん igq.gmail.com n o n n, n igq.gmail.com までお待ちしております来週火曜日4月30日のお昼の12時までに送っていただけると嬉しいです それでは生活とともに皆さんを夢の世界へお連れします。おやすみなさい。